大阪府第10区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。1994年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。高槻市、三島郡ともに大阪市、京都市のベッドタウンとしての性格を有している。 いずれも1960年代から1980年代にかけての宅地開発に伴い、急激に人口が増加。2000年代以降も高槻駅、摂津と大駅周辺では、マンションの建設ラッシュが進み、若い世代の人口流入が増えている。抽選局制時代は、旧三区に属していた。前述の通り、ベッドタウンであり人口流動が多いことから、 無党派層が多く、その選挙時に無党派層の票を掴んだ候補が当選する傾向にある。この影響もあり、1996年から2014年まで、大阪府下では4区と同様にこの選挙区から連続して当選した者はいなかった。また、2000年以降の総選挙では、府内の選挙区で最も高い投票率を記録している。 第42回衆議院議員総選挙では、新進党から公明党へ移った前職の石垣、和夫が僅差で落選し、3区5区6区16区と並ぶ、公明党の近所統治誕生には至らなかった。第44回以降は、辻本清美と松並健太、第46回以降は、大熊和秀を含めた3名が小選挙区当選を目指し激しく争い、 落選した側は比例復活する状況が続いていたが、第47回並びに第48回では、辻元が、この選挙区で初めて連続当選を果たした。第49回では、これまで立候補していた松並が、大阪府議会議員に転身。後継者として、松並よりも先に、大阪府議会議員を務めていた、池下拓が立候補し、初当選を果たした。 辻元は立憲民主党の副代表の職にありながら、比例復活もならず落選し、大熊も3期ぶりとなる、落選、2003年の第43回以来18年ぶりに比例復活で、当選する候補はいなくなった。第49回衆議院議員総選挙10月31日、大阪府第19次の内閣、第1次、岸田内閣解散日。 2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数、32万990人最終、投票率 63.、63.32%第48回衆議院議員、総選挙10月22日大阪府第19時の、内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、 2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、32万660人、最終投票率 56.、56.08%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、大阪府第19次の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、 当日有権者数、314,623人。最終投票率 58.、58.06%第46回衆議院議員。総選挙12月16日大阪府第19次の、内閣、野田第3次改造内閣解散日。2012年11月16日公示日。2012年12月4日。当日有権者数、315,392人。 最終投票率 63.、63.77%第45回衆議院議員。総選挙8月30日大阪府第19時の、内閣、麻生内閣解散日。2009年7月21日公示日。2009年8月18日当日。有権者数、315,502人最終。投票率 70.、70.56%第44回衆議院議員。 総選挙9月11日大阪府第19次の内閣第2次小泉改造内閣解散日2005年8月8日公示日2005年8月30日当日有権者数313,035人最終投票率70.54%第43回衆議院議員総選挙11月9日 大阪府第10区時の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日当日、有権者数、31万1608人最終、投票率 57.、57.99%第42回衆議院、議員補欠選挙大阪府第10区当日有権者数、311。 558人最終投票率、41.45%、第42回衆議院議員総選挙6月25日、大阪府第19次の内閣、第1次、森内閣解散日、2000年6月2日、公示日、2000年6月13日第41回衆議院議員、総選挙10月20日大阪府第19次の内閣、第1次橋本内閣解散日、 1996年9月27日、工事日。1996年10月8日。ありがとうございます。